クマルの行動は15通りほど想定したけど、一番過激な手で来たか。本当に人のいいやつだよ。被験者たちを解放しようとしたのは君自身の選択だ。何者にも縛られない自分だけの意思でね。その点で言えばもっと胸を張ってもいいんじゃないかな。暇じゃない。お前は人を殺したんだ。姉貴のためとかそんなの関係ない。罪のない被験者たちはみんなお前のせいで。清少なる川でもその罪は洗い流せないだろう。ちなみに君が生かされてるのはなぜだと思う？そんなのヒーマの弟だからだろう。俺がこんな目に。ならここに入れられたのはどうしてだと思う？俺がお前らの計画の邪魔を。だが最初に被験者を救おうって言い出したのはお前じゃないか。だから俺は。でも信じるんじゃなかった。姉貴もお前も。こんなことになるならもっと早く解放してれば。でもそうしなかった。どうして？失敗するに決まってるからだ。分かってるだろう。君こそそれを分かっててどうして今更になって結婚したんだい？それは。なら代わりに僕が答えよう。君はあのテストで復讐の拳を見てようやく気づいたんだ。このままではいずれ被験者たちは全員死ぬ。でも動かなきゃ何も変わらない。だがこれは人の命だぞ。何かを守ろうとするとき犠牲は必ずついて回る。代償も払わず都合のいい結果を得ようなんて、そんな甘えは捨てるんだ。それに被験者たちは脱走を考えても一度として実行に移したことはなかった。バレれば殺されると分かっているからね。その上で昨日君や彼らと話して確信したんだ。みんな誰かが背中を押してくれるのを待ってるとね。でも結局一人としてその誰かの存在は信じてなかった。意もしない存在に期待して無駄に毎日を過ごしておとなしく死を待つ。その選択をするなら構わないさ。でも覚悟もないまま抗うのはただの自殺行為。特にクマル、君には覚悟ができてない人間には計画の要は任せられない。そんなことをすればそれこそ僕は真の人殺しだ。その考えには賛同できない。俺は犠牲を受け入れることなんてできない。賛同する必要はないさ。僕に共感する必要もない。君自身がこれからどうしたいのか、それだけでいい。アジムにはこの計画の全貌を伝えてあるし、
彼を通して生き残った被験者たちにも話が言ってるはずだ。彼らは君の結論を待ってる。アジム、それじゃあ彼らは死ぬって分かってて、あの実験を。でもならどうして逃げ出さないんだ。それは彼らが本気で今を生きようとしてるからだよ。いつまでもお兄さんの死を引きずってる君と違ってね。とにかく僕から伝えられることは一つだ。もし君が誰も傷つけたくないと願うなら、その先にある道を信じて進めばいい。道とは常に自分で作るものなんだから。僕に負い目を感じる資格はない。僕は決して許されない罪の片棒を担いだんだ。許されよう、謝って楽になろうなんて考えてはいけないよね。クマル、でも行動するにしたって時間はさっき伝えたはずだけど。
ろそろ戻ろっかな。咎められなかったってことは許可されたと思っていいのかな。許可するつもりはないが、咎めるつもりもないだけだ。それにしても爆弾をこれほど用意できているとはな。すごいだろ。このビルを吹き飛ばすのに十分な量だ。クマルに用意させたのか。まさか使われてない実験施設に置いてあったんだよ。ここは君の島なんだから、自分の目で確かめてみたらどうだい。まあ僕としては手つかずの素材と不良在庫の山の方が気になったけど、あれは君に与えた GU にはその質問をすることは含まれていない。協力関係が解消された今は互いに干渉しないのがルールだと思うけど、まあいい。それで復讐の拳はいつ完成するんだい。明日？それとも明後日？悠長に構えてると僕はここから脱出してしまうけど、いいの？逃げることそのものは見逃してもいいが、それは復讐の拳が完成してからにしてもらわないと困る。さもなくばロバナのところに突き出す。仕方ないな。交渉成立ということにしてあげよう。ということだ。信頼という言葉ほど無価値なものはないな。いいだろう、彼女はお前に任せる。